こんにちは。20歳男性です。母親の学歴が低いほどこの学歴は低くなる原因ですが、低学歴の母親ほど勉強しなさい、ゲームをやめなさいと子供に言うことが逆効果だと知らずに言い続ける気がします。そして子供が勉強嫌いになり、結論として学歴が低くなってしまうことも一因になる気がします。ヨミさん、これについてどう思われますか。あと、この文章の読みさどうですか。100点満点で評価お願いします。読みやすさでいくと1因にある気がしますの、2が関数字の2になってしまうので読みやすくはないですね、はい。で、多分勉強しなさいとゲームやめなさいっていうのを言った場合に、勉強はやりたくないものだけどやらなきゃいけないもので、ゲームはやりたいものだけど親が止めるものっていうので、ゲームは楽しい、勉強は楽しくないっていうのをどんどん強化してしまうんですよね。別に僕ゲームでもいいと思うんですよ。要はその学習って何っていうと、自分の知らないものを自主的に調べて知識を増やすことなんですよね。要は子供のうちの勉強って、その大学院とかまで行くと、もう知識というものを記憶するのではなく、新しい知識を発見することが仕事になるので、また別なんですけど、まあ、その小中学校っていうのは基本的には自分の知らないものを調べて記憶するなので、なのでポケモン超楽しい、じゃあポケモンの全キャラ暗記しようとか、このキャラはじゃあ電撃持ってるけどこのキャラ電撃持ってないとか、じゃあこのキャラはなんか草タイプだよねとか虫タイプだよねっていうのを暗記するっていうのも、僕はそれは学習で勉強だと思ってるんですよ。なのでそうやって必要なものがあった時に調べて覚えるって、覚えた知識を使うっていう、それの繰り返しなので、なのでじゃあある時にじゃあそのいい高校に行きたいよねと、でそのいい高校に行くためにはこういうテストでいい点数を取らなければいけないと、そしてこのテストでいい点数を取るためにはなんかこのなんか年表を覚えなきゃいけないよねとか、英単語を覚えなきゃいけないよねと、なのでその合格するためにやりますと。なのでそのポケモンも、そのポケモンをいちいち覚えるのが目的ではなく、自分の育てたポケモンで他のポケモントレーナーに勝つためにやってるんですよ。なので目的は勝つなんですよ。で勝つためにじゃあ相手のチームはこういうの使ってるから、それのじゃあ弱点になる武器を持ってるポケモンはこれでっていう配置を考えるっていうのがあって、なので別に僕はポケモンで強くなるっていうのだけでも全然勉強になるんじゃないかなと思ってますけど、なんか昔 の元同僚の弟さんがポケモンの世界大会で2位とかになってて、なんか兄弟とかに向かったみたいな話をしてて、ずっとゲームばっかりしてるとかと思ったらなんか勉強もできたみたいなことをそのお姉さん の元同僚の人が言ってたんですけど、っていうのがあるので、今時ゲームが割と上手い人は、要は試験っていうゲームも結構こなせることが多いので、なので勉強するというのとゲームをするというのは僕は矛盾しないんじゃないかなと思うんですけど、格ゲーが上手いだけの人だと反射神経異常にいいっていうタイプの人もいるので、そういう人は試験問題向いてない場合もありますね。まあその時戸さんみたいに東大にも分かるしゲームも上手いですっていう人もいますけど、反射神経系が超上手いですっていう、シューティングゲーム上手いですとかの場合は学業とはまた違うのかなと思います、はい。初婚ですが子供を作るか迷っています。甥っ子にさえムカついてしまうし育てられる自信がないのですが、子供を作らないという選択にどうしてもできません。今弟2人でも楽しいですが、何年後かに子供を産んでおけばよかったと後悔するのではと思って自分もいて迷っています。ゆうきさんも迷いありますか。作ってダメだったら里子に出しちゃえばいいんじゃないですか。日本ってその里子というか養子制度って割とちゃんとしていて、であんまり知られてないんですけど、養子を欲しがってる人って結構いっぱいいるんですよ。なので産んで育ててみて、あ、これ向いてないわって分かったら別に養子に出していいと思うんですよ。そう、無責任とかさ、そのなんかサイコパスって言われるんだけど、産んでみたら自分は育てるのに向いてないってあると思うのよ。だってなんか例えば俺漫画家絶対向いてる、漫画好きだしと思ってなってみたら全然漫画描くの嫌いだったわとかもあるじゃないですか。なので子育ても向き不向きは実はあるんですよ。なんかさ、子育ての向き不向きがなくて、母親は全員子育てが得意であるっていう思い込みが間違ってると思いませんか。なんでさ、その母親はさ、子供に対して愛情を 100% 注いで育てられるっていうさ、前提を皆さんお持ちなの。そうじゃない人もいるじゃん。いや、もちろんね、生まれて自分の実の母親と実の父親に育てられた方が良いよねっていう理想は分かります。でもさ、世の中理想通りになってるんだったらさ、ネグレクトされてる子供なんているわけないじゃん。要はいろんな事情で子供の世話できなかったり向いてない人って世の中いるのよ。でもさ、子供を里子に出すとか養子に出すっていうのが間違ったことだっていう価値観があると、虐待とかしたりさ、ネグレクトとかしたりさ、あとなんか子供を YouTuber にして金稼いだりとかさ、っていうそのおかしなことを始めるわけよ。それやるぐらいだったら、育てるのができるまともな親に預けちゃった方がまだマシじゃん。例えばその若い
男女でさ、子供を産んで仕事忙しいから、じゃあそのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに任せますとか、あとおじさんの家に任せますとかさ、親族に任せるっていうのは割と日本って昔から普通にやってたのよ。要は親族に任せるって他人に任せるってわけじゃん。だからそう、他人に任せるっていうので、でちょっと前だと農村の時代とかになると、日本ってその同じ村の人たちでみんなで子供を育てるっていうのやってたから、子供同士で集まってるし、そこの世話をするのはその村の誰かっていう感じで、親が直接やらなきゃいけないっていうルールって多分ね、昭和の戦後以降の話だと思うんだよね。そう、親族と他人は違うでしょっていうけど、昔のその農村とかは他人がやってたのよ。そう、寺がに預けてて、じゃあお寺に子供が集まってて、でそこでなんかさ、あの一番年の高い子がなんかリーダー格みたいになったりっていうので、その社会として子供を育てるっていうのは昔は普通にやってたのよ。ロシアとかだとさ、なんかソルフォーズ、コルフォーズとかなんか教科書でやったと思うんだけど、子供を集めて育てるってやってたし、イスラエルだとそのキブツっていうところで子供を集めて育てますとか、社会として子供を集めて育てるって他の国でも普通にあるのよ。で日本もあるのよ。今の人たちが知らないだけで、戦前とかは日本普通にそれやってたのよ。他人の家の子供が家にいるのが当たり前だったし、あの居候も当たり前だったのよ。昔の日本ってなんだかわからないおっさんが家にいるは結構普通だったのよ。食客っていう、食べる客っていう言葉があるんですけど、なんか食えねえっていう人がなんとなく家にいたりとか、なんか食えないっすって言って寺とかに行って、じゃあちょっと1週間ぐらいいてもいいけどちゃんと仕事探しなよみたいなところで、なんとなくその食えないやつが寺にいて、なんかお寺のお手伝いをしてるとか、他人の世話を社会がするっていうのって昔から結構当たり前にあったんですよ。あの書生っていう、文書の書に生きるで書生っていう字もあるんだけど、あれもその若い男の子がお金持ちの家に入り浸って食事とかもらいながらなんか勉強してますとか学校行きますとかっていう、そう、のりすけさんもともと居候なんだ、あそうなんだっていう感じで、割とね他人が家に着くって当たり前 でそんな感じで子供の世話をするのも当たり前だったんですよっていうところちょっと話、そうそう、なんか明治大正とかの学生って書生とか、あのその他人の家にニートみたいなことしますよね。心に出てくる主人公とかもそうですしね。なので子供育てるのが難しいと思ったら、僕はさっさと社会に任しちゃっていいと思うんですよ。僕の知り合いでその養子受けた人いるんですけど、すげえまともなんですよ。共働きで稼いでるし、その人間としても結構まともな人で、で養子欲しいよねって言って、なんか登録して職業とか資産とか生活環境とか、じゃあその養子を受けた時はその奥さんは仕事辞められますか、全然辞められますみたいな、なんかそういう状況までして、でも養子もらえるのにね2年ぐらいかかったのかなっていう感じで、割とその養子の需要って結構あるんですよ。でそのまともな人がちゃんと育てたいと思ってるので、僕は養子の制度でいいと思うんですよね。フランスの今の教育文科省的なところの大臣で女性の人で、韓国系の人種の人なんですよ。生みの親は両親韓国人なんですけど、養子に出されて、でその受け取ったのがフランス人夫婦で、でフランスでその家庭で育ってフランスの教育を受けて、多分頭は良かったんだと思うんだけど、で多分養子受けるぐらいだから家も金持ちだったと思うんだけど、ちゃんと教育をして、でその結果、まあ、いい大学行ってトントン拍子に出世して大臣にまでなったんですよ。外国人の養子ですよ。だからその育てるのが得意な人っていうのは世の中にいるので、そういう風なのでいいんじゃないの。養子の話はいいから質問答えてあげて、ごめんなさい。 PS5 の値段はいくらになると思いますか。欧米圏の昨年結婚した27歳女です。将来生まれてくるかもしれない子供が私にいるのではないかと心配です。夫は宮廷大卒、私はフランス卒です。知能は母親から遺伝すると聞いたことがあり、今後もどんどん自動化も進み能力社会になると考えてます。私に似てしまうとそんな厳しい社会を生き抜けるかとても心配です。まず間違ってる点が、あの知能は母親から遺伝するは嘘です。知能は両親から遺伝します。ただし学歴は母親の学歴と相関します。これは遺伝ではなくて、母親が大卒の場合は子供が大学を卒業するのが当たり前だよねと思ってるので、大学に受かるための教育をやるんですよ。でも母親が高卒だったりすると、大学は女の子は行く必要ないよねっていう教育をしたりするんですよ。女の子はあの愛嬌があって可愛ければ別に結婚できるから、わざわざ大学なんか行かなくてもいいんじゃないのっていう勉強の仕方をしちゃうんですよ。で
でじゃあその子供が大学行きたいですってなった時に大学に受かるための勉強を母親が教えられないんですよ。なのであのいや何を教えたらいいか分かんないっていうのになって独学で何とかして大学受けるってなんですけど、母親が大卒だと大学の入学試験ってこういうものでこういうテストが出るよとか、例えばそのマークシートの試験で英語の発音の問題は全部捨てた方がいいとかって大学受験やったことある人は知ってるんですよ。でも大学受験したことない人って一番最初に英語の発音の問題が出た時にこれを解かなければならないのだと思って英単語の発音を全部暗記しようとするんですよ。完全無駄だっていうのって大学受かったことある人は知ってるんですけど、大学受験したことない人は一から全部覚えなきゃいけないって思っちゃうんですよ。っていうぐらいのことがあるので母親の学歴と相関するっていうのがあるんですけど、なので別にフランス卒でも大学行ってるので全然問題ないんじゃないかなと思いますけど、なのであのその旦那さんが宮廷大卒で頭がいい練習も持ってて割とあのちゃんと努力ができるっていうのが両親にあるので普通に勉強させればいいんじゃないかなと思いますけど、で自動化が進み能力社会になるって話ですけど、あのエフラン卒であっても一応 それなりに大学を卒業しているので一般の高卒の人より頭がいいということになっているので別に不安に感じる必要ないんじゃないかなと思いますけどね。